い、ちゃんと閉まって、はい、じゃあよし、あ、まだ足りない、足りない、足りない、なかったよ、え、なかったでしょ、うん、あれ、ちょっと待って、あ、今持ってくるわ、すげえ、ちょこらリンゼントだった、食べちゃった、なるほど、こっち何すんだよ、どこがどうなってるの、これが前、あーちょっとな、いや、これちょっと女子にかぶらせる、クマそっちで、はい、うん、でもなんか違和感ないですね、女子女子、くそくそもうくそ、やめよ、あ、やめた、やめた、あ、やめた、あ、やめた、リンチ、リンチ、助け、助け、助け、いや、いや、吉岡くん、じゃんけん、あっち向いて、こい、そうなんだ、僕、熱いとこにめっちゃ弱いんだ、ちょい、あっち向いて、こい、よし、よし、よし、ダメだ、ダメだ、もう勝てない、絶対、そうだ、ひめ、当たる球、当たる球持ちました、うわ、怖っ、全然打てないな、これとかさ、紙とかさ、打つ瞬間にさ、風でさ、避けてやるせいですね、山田とあー、ごめんなさい、いや、俺多分、紙を絶対避けてると思う、俺さ、あれなんだね、片手で多分打った方がいいですよ、スイングする早すぎて、おお、飛んでいった、カラーバットだと、軽すぎて逆に打てない、自分の普段のバット軌道と違う、違うからいいんだね、これは本当に打てない。避けてるもん。バットの風圧で。ボールが避けてる。てるこんなことありえないからね、野球だったら。サンタブリさん。あれあれ、ファールか。おお。めっちゃマスク。めっちゃ芝来た。今のはあれです、ユーポンにやるときのあれ今のは切れたな、うおーおー今のはホームラン、すごい、まあ、勝ち込みました勝ち込みました、おー当たるようになってきたかええただその当てられなかったらその盗塁の数で刺される、大体刺される、女子は、あの女子は、あの控室、はい、何撮ってんのそれ、サブちゃんです、サブちゃんかい、サブちゃんおじさんです、サブちゃんおじさん、メンズそっち、おー、びっくりした、で、女子はそこに制服があると思ったら、たぶん特に企画はない、タンクトップ、タンクトップうるさすぎる、どういうか、ベルトかっこいいね、あ、ちょっと、あ、今回校長じゃないんですよ、あなたと同じ先生です、先生、はい、いや、あいつこ先生、はい、相変わらず綺麗ですね、まあねまあねゆうやまさ、あ、あいちゃん来た、普通に時が来た、行きます、頑張ってくれ、なんか謎に緊張してた、すごいドキドキする、ジェニー君、私のパンツ盗んだでしょいや、盗んだって言って去ってから去ってからシミュレーションした方がいいよ、脳内シミュレーションした方がいい、こうやってます見えやすいよ、では、いただきます、確かに見た目宇宙人やね、さあ、色つけてないあれ
若い若い。可愛い。あ、そういえば最近二十歳になったよね。まだなってない。あ、まだか。一足早く今と思いました。ああ、そういうことか。全身脱毛の方が寒いか。いよいよ出番です。ちょっとみんなあっち向いてて。え？メイク落とし忘れた？メイク落とし誰か持ってる？あー、メイク落とし持ってないよ。え？メイクのあれし持ってない。あ、私持ってるかもしれない。あ、救世主持ってるかも。何で持ってるか。3時間待機男です。3時間待機男です。あ、でもその分編集進んだ。あ、もう一歩終わりました。あ、一歩終わった。今日の動画終わりましたよ。あ、今日の動画？そうっす、今日の動画です。え、明日の動画は？明日の動画まだ明日編集する。うわー、やばー。こんなユーチューバーになる予定じゃなかった。目指してた場所じゃなかった。はい、まあ気になる方はあの本編をチェックしてみてください。はい、これからタイガ君がえらいことになります。いやー、おもろいな。はい、やっぱでもこういうやっぱ普段しないようなことをするのがやっぱ面白い。そうだね。コラボでしかできないですもんね。確かに。自分のチャンネルでこの提案されたらやります？いや、しないです。サブちゃんおじさん。みんなからそれ言われるわ。もうサブちゃんおじさんや。でも今待機中。あ、他のみんなどこ行った？あれ、多分隣。隣でっかい廊下で。あ、廊下寒いんだよな。はい、出ますよ。美味しいね。俺サブちゃんのあのエンディングのあの終了画面流れてるところに流す映像。なんでやねん。これが流れる。謎すぎでしょ。ポツンと俺サブ。ポツンと。でここにあの次の動画はっていうの出てるんで。次の動画見てね。持ってるからね。持ってるからね。